はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化パワコーデ第5を使っていきたいと思います。まあ、シゲの第5ですね。で、まあ、コメントとかでね、結構あの強化パワコーデ第5強いですよというのをいただいておりまして、まあ、ただ全然自分強化パワコーデ第5使ったことないんで、どうなるのかっていうのはまだ未知なんですけれども、一応自分の第5くんはプラゴになってますと。で、相棒キャラになりますので、まあ、タックがね重なった時に、まあ、ダブルタックみたいな感じで経験点が底上げされるので、一応編成としては、まあ、なんとなくこの得意練習2種類持ちを全員入れてきました。で、あと基礎能力の上限アップなんですけれども、まあ、ツノちゃんは入れてミートの上限は上げていこうかなと、思ってますという感じで、今回進めていきます。で、ダイゴがねこう生きてくる理由がちょっとよくわかんないんだけど、ダイゴは追った方がいいのかな。まあ、まずは、まあ、そもそもいないんで人が、しののめくんの評価を上げていきますか。そのダブルタックみたいな感じにして経験点を稼いでいくのか、まあ、そもそものイベントで経験点を稼いでいくのかっていうのがちょっと分かんないんですけど、あとミッドフィルダーのねあのチャレンジやってないんで今回それも消化します。で、これはしののめくん、うん、早急骨いいね、敏捷で、ダイゴが出てきました。アイフォーイベントが発生するまではちょっと追っていきましょう。まあ、もちろんツノちゃんもいるんでね、ツノちゃんとダイゴを追いつつ、ちょっと 6% のコツだったらシドウさん欲しい。よし、守備職人で今回、まあなんだろうね、コツをわりかし重視してもあります。あの騎馬とのね、勝負でアーティストを取りに行って、まあ、怒ればですけど。で、アンダ製造機はもともと獅童さんと東雲くん骸骨を持ってたりして、まあ、結構コツがねフォローできるような編成にはしてあります。まあ、火山院もね骸骨自分で持ってるんで、まあ、ただちょっと回収率がねよろしくないんですよね、このキャラは。で、一応追うと経験点にはなって、まあ、44か。これを追っていくってことかな。でもコツがあったときはコツでいいでしょう。だってちょっとまずはやっぱりねコツは回収しておきたい。アウトコースで、ここは回復しましょう。真ん中で、イベント数的には多分あの全く問題はないと思います。ちょっとツノちゃん上げたいは上げたいんだけどな、コツが来ているんでどうしようかな。アベレージヒッターは掴んでおきたいんだよね、やっぱりどうしても。よし、アベレージヒッターってか守備職人早めに掴んどかないと経験点が無駄になってしまう。で、まあ、タックは基本みんな低いんで固有がついてるキャラではないんで、まあ、ワンタックだったらちょっと他の強化上げとかをやっていきましょう。まあ、ダイゴくんとね一緒に練習したりで、ボールを磨いて、まあ、東雲がいるんでね、今回は、セカンドで来てます。じゃあ大悟くん追っていきますか。特に何も起きなかったし、ここはもう寝るか。ラブパワーがちょっともったいなかったな。あ、で告白は起きましたってか。まあ分かんないからね、何のイベントが起こるかっていうのは。告白は回復するんで、あと今回ツノちゃんはねガチ追いしてるんで、ちょっとミートはもうしょうがないですね、低いままで。じゃあツノちゃん一旦 OK。
大悟がいるときはじゃあ大悟追っていきますか。矢部くんの方のイベントだし、デートマニュアルこれ下でいいな今回は。上だとね体力回復できるんですけど、まあ、一応連打のコツも取れるんで、全く上げてないわ。スバルとの勝負ちょっとめんどくさいよね。まそれなりにはね経験点もらえるんで。でもちょっとコツがすげえな。ちょっと待って、大悟くんいるから、じゃあ安倍筆つかもう。でさらに守備職も掴んでおくか。早急はね5でもいい。でコツ広角打法よし。レーザービームマジいらん。うん、で経験点になります。2世の7光、ちょっと待ってわかんねえ。このイベントは、まあ、通常イベントで一番上だと筋力、敏捷、真ん中技術、精神、下が回復して精神、ただ大悟の評価は上がらない。で評価が下がるわけでもないんで、じゃこれにしとこう。内容はよくわかんねえけど、野球のリズムは進めていきますと。でタック、コツだったらコツだね。アウトコースは掴んだから回収しておこう。骨格もいいか、3で。レーザービーム、どうせだったらじゃあ外野のサブポジつけてみる。よし、パワヒ。うわー、なんかまあいいや。ちょっと何が上がればいいんだかよくわかんないかな。最初のデートは全然回復しないんだけど、まあ消化しておきますか。無理して消化する必要はないんだけどな。で大悟はまあそもそもあれが発生してないのか、絆が発生してないから、もうちょっと評価上げないとダメだね。でこれは買っておきますか。結局金徳はね、あの挑発を選ぶん でこれもちろん。そうか、火山院があれか、不確定だから一応ちょっと総力が依存してるのかどうか分かんないけど、 D くらいには一旦持っておこう。つのちゃん第5っぽい。で経験点をくれます。これで稼いでいくのかな。まあ、国樹はもちろん進めていきます。でタック14か、14はきついよな。普通に評価を上げていこう。よし、ラブパワーで野球のリズム、これもなんかミートが関係ありそうなんでミートを上げておきますか。ちょ、ハイボールヒッター、ちょっとミートを上げていきます。あ、 B にしとこう。からのこれ、これえ、これすごくない。あ、肩がダブルになってるからか。火山院ただな、トリックスター骸骨をな掴んでおきたいんだけど、ちょっと今回は経験点に目がくらんでこっちをやります。監督の評価も上げられるんで。監督評価低いな、一回も監督と練習してないからか。競争心、まあアイコンタクトは1しょうがない。お、いいねいいねいいね、これマジでいい。じゃあ監督だな、これは。ちょっと12月の4週前、ゲーローボールヒッター、ハイボールヒッターも持ってローボールヒッターもあって、
てクリスマス。ここは別にどっちでもいいんだけどな、下にしとこう。タックが来ない。大悟くん、まあ、一応評価上げられるときは上げておいて、かつ経験点かで絆いいと思う。これで絆が結ばれました。あで絆結ばれてると、そうか、初詣もさらに出るんだっけ、相棒キャラだから。まあまあ別にこれはそんな悪くはないからね。で正月、あ結構いいね、200くらい入るじゃん。なるほどなるほど。で大悟がいるけど、ちょっとコツはもらっておきたい。火山コツくれないな。これって体力減るやつだっけ。そうだね、まあ、経験点もまあまあまあだけど、ちょっとここは一回メンタルだな。いやこれもいいんだけど 8% か。いやメンタルやっとく。結構サッカー練習が発動し、矢部に負けるんかい。おいいね、まあ、アンダー製造機確定っていうのがいいよな。で牙が出てきたんで、パワー C までは持ってきたけど、いけるか、いけるな。でコツ、大悟くんがいますね。ホイで早急つかみました。大悟くん発生しました。まあしょうがないです。でこれは下で、コツ、ワンタック、ワンタック。あ、そっか、ワンタックだよね。で、コツにするか。で、篠の目はあとなんだ？もう特に全部掴んだか。あ、ミートコツ。結構なんか基礎コツ掴めるな。あ、で、メンタルにあるんで、ちょっともう練習はできない。パワーヒットスターは5でいいか。なんかめっちゃサッカー練習してんだけど。でバレンタインです。ちょっと筋力がどうだろうな、不足しがちな感じがする。もうミートが上がるところはないよね。よしミート102に上げちゃいましょう。あとはまたコツを取りつつ、篠の目と紫藤さん、コツ、大悟がいるんで、ここやろう。で、44の、こっちかい。他の人が邪魔してくるからね。あー、これどうしようかな。早急骨持ってるっちゃ持ってるんだよな。まあ、セカンドだからストライク早急いるかって言われたら、ちょっと微妙なところはあるんだけど、大悟くんにするか、こっちでコツを取っていくか。コツだと絶対いける。でこっちだと発生しないかもしれないけど、精神で体力を回復しながら経験点をもらえる。お前らかで、メンタルやりますか。感覚とかも上げつつ、すげえ経験点な。また競争心、おいいね。やっぱ乗るね。てか篠宮くんのコツも結構すげえな。うんうんうん、経験点くれるね。火山院、いやこれはちょっと火山院は本当に骸骨が欲しい。いやほんとコツくんない。こっち大悟、火
監督評価も気にしなくても大丈夫。ちょっとメンタルにしよう。来い大悟。お前合宿場まで来てるからな。でワンタックワンタックコツあり。紫藤さん、よし。打球伸び、打球伸びもただこうにはしておきたい。てかローリング打法マジで取れないな。これ一番上調子安定を取ります。でパワコやっぱ進みが早いな。ちょっとじゃあ一回全部 D にしよう。で守備は別にそんなに上げる必要ないんで、上げるっていうか102まで持ってく必要はないんで、ちょっと一旦揃える感じ。ワンタックのコツのタックコツ、ただ火山炎欲しい。くんないけど。おお、マジかよ、ほんとくんねえな。安定はしない。またミート。もう上げきっちゃったんだけど。と、あ、まだか。次だっけ、犬に追われるとこだっけ。ちょっと上げとこう。トリックスは結構重いからね。あ、ここで行こう。ダブルタックからの大悟くん練習が来ない。で騎馬はアーティストを取っていきますって言っても続けなきゃいけないんだけど、問題ない問題ない。いけー、いやいいんだけどね。さっきの会社さ、そこにちょうどグラウンドがあるみたいなこと言ってなかった？学校じゃん。50ポイントも手に入ったっけ。あ、何にもない。これはガチで何にもない。大悟もいないし、デートを進めますか。お、これでどうだ。いや、わかんねえ。かくらんか。筋トクは取れなかったね。ま、それはしょうがないとして、じゃあこれかくらんはじゃあもう掴んじゃっていいよね。内野安打。不眠症になった。不眠症治った。でコンピューターでいいや。で送球はもういいでしょ。ストライク送球1で78ずつか。あんな製造機もいい。パワーヒッターちょっとな、5にしたい気もするんだよな。筋力が足りてないからね。競争心はもう取ろう。アイコンも取っちゃおう。かくらんも取っちゃおう。火山院の筋トク成功率ってどうなの？あんまり使ってないからわかんないんだよね。負けた。でコツ、ちょっとこれはメンタルで。で東雲くんはもう完全に掴んであるから大丈夫。ここら辺ももう全くどうでもいい。お一人、大悟もいない。どうしようかな。体力的な話をするとちょっと一回デートしちゃおう。ここで練習をすると多分次練習できないからね。仮にダブルタックが来た時に一回満タンにしておく。今から勝負。パワヒア掴むか。じゃあ
10球勝負よりさ、どっちかっていうとこの5球勝負の方が嫌なんだよね。10球勝負の方が安定感が増す。どっちかっていうと打てる確率の方が高いから。で、広角はそうだよね、元ってあるんだもんね。あ、そうか、お出かけしてねえや、ダイゴと。そういえばすげえ忘れそう。パーヒトとこ、ダイゴはここにいます。だったらこっち、ダイゴくん、うんうんうん、なるほどね、なるほどね。てか使い方合ってんの俺のこれで。ダイゴくん、国獣、シノノメ、国獣取ったからな。ちょっと肩の方が割とばらけて経験点が取れるんで気分や。これさ、2回起こって2回とも下げられるとかなりきついんだよね。ちょっと大国行きましょう。なんて言ってた。ああ、経験点結構高いな。小筆ノート、これしかないかな。さて、タック、ダブルタックかやろう。まあ、国樹がね、技術ボーナスついてるからね。これはもう一番下にする意味がないから、ワンタック、どうしようかな。筋力足りてないっていうのもあるから、こっち。てかもうそろそろチャンスがあった、忘れてた。一回デートか何かしとかないとまずいね。で、6月の4週ってギリギリだな。試合が始まるとね、もうこのイベント起きないんで。え、ちょっと待って、ダメなの。うお、際でマジかよ。いや、早っ。ちょっと待って、なんかさ、10球勝負の方がいいとか言っときながら全然できてないんだけど。よし、3本目。うん、まあ点数的にはあれだけど、そう、調子に乗ればね、調子に乗ればこんなもん。うん、後半から調子乗ったな。よしよしよし。よし、アーチスト取りました。で、これでダブルタックだったらちょっと考えるけど、一回お出かけで大悟くんやっておきましょう。で、7月に2回だね、デートというかお出かけしなきゃいけないのが。で、大悟は別に殻とかないよね。やる気下がった。あー、ダブルか。敏将結構もらえるね。80くらいはでも経験っていくのか、やっぱり。じゃあここはやろう。ここはタッグを組みます。で、2周と3周、ツノちゃんがね、あれがあるから、殻がある可能性があるから、あっちちょっとうめえな。まあいいや、取ろう。と、こんなもんか。アイコンタクトは取ってあるから、ちょっと精神が減ってるけど。
あと情熱エールか、そっか情熱エールで精神使うんだ。じゃあ先にちょっと、いや待って待って待って、先に角ちゃんを終わらせた方が安心できるな。オッケー。でこれはもう完全に下ですね。よし挑発、まあ少しだけど、ほら出た。これさ、ほんと2回やられるとマジで、まあ今はもう大丈夫だけど、ほんときついんだよね。じゃあここはやるか。ここはタッグ組んで、で次は相棒イベント消化するか。負けることないよね、ないよねとか言っときながら、ちょっとやっぱ筋力足んね。いや本当に筋力足んないな。で甲子園はだって一応体力高い状態で挑みたい。さて俺が点を取るからスバルが抑える、これが勝利の方程式。まあ2点くらいだったらね、頑張ったよ。さてではもうちょっとここは遊ぶしか選択肢がないので、おお全種類50ポイントか、経験点も高いね。でこれはもうこっちでいいでしょう。甲子園に来ても追加イベントって発生するのか、ちょっと相棒システムが分かんないんだけど、やっぱり精神が足りなくなるな。で情熱エール、情熱エールがね重いんだよね。これは1確定かな、ちょっと見てみよう。あ1確定だね。3にはなりませんと。振り袖みやびちゃんもね、情熱エール1確定っていうところがちょっときついんだよね。やっぱり重いから精神が特に。パワフル、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは日比野、今日2打点を挙げ、これはいい当たりだ、いった。パワーは A まで持っていけないかな、この調子だと。他にも特能で筋力を使わないといけないし、肩もね、まあ上げようかどうか悩んでるけど、これいかないんじゃないか。取りました。パワフル、リードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている日比野。セカンドだからな、どっちかっていうと守備の方を重視したい。本当だったらね、やっぱ魔術師はつけたかったんだけど、ちょっと得意練習2種類持ちというのを中心に入れたかったんで。一応見とこう、いない、大悟くんがいない。あれ激闘第一って今ピッチャー誰やってんの。ちょ B にはしておきますか。で守備はまあ A、 ちょっと精神の関係上 A で止めておこう。 S にしたいんだけどね本当は。ああ鶴谷君か。大東君は投げてないね。うわ届かなかった。アプリだと激闘第一って先発大東だよね。ノーアウトランナー一塁という場面で日比野打った強い当たり。もうそうだね、もう3点欲しいね。じゃあここでこれだけ取ってあげれば。あーおっと怖い、マジで怖い。まあダメだ、やっぱり取れるときしまった。危ねえ、
パワコーはもうマジでいきなり失点しだすからな、本当に怖い。さて最後はタックが来て、じゃあこっち、虹谷技術が結構あるな、まあ、チャンスはじゃあせっかくだから丸だけ掴んでおこう。まあ、ハイボールかローボールかって言ったらじゃあ2だからローボールヒッター、ああレーザーフィームね、まあ、あ打球伸びがいけるか、じゃあ困った時の打球伸び、速攻もまあ取っておきましょう。あ挑発取ってなかった、大悟はタックを絡めるというより普通に追って経験点を取っていった方がいいのかな、まあ、プラス44だからね、安定して、まあ、100% 発生するわけではないんだけど、よしかった。まあもうここまで来た、今回渚ちゃんがいるわけじゃないんで最悪優勝はできなくてもいいんだけど、経験点は欲しいからね、とりあえず試合経験点は。まあ、2回ホームラン打てればいいでしょう、100超えてるし。3位かで、エピローグ、あエピローグもくれるよね、いくつげすっげーくれるんだけどえ普通にこんなくれんだ、なるほど、げ1万超えたしなるほど1万超えるんだ多分ダイゴだよ、ダイゴの力だよね。それじゃあ、まあ何するかっていうと、外野入れよう。はい。レーザービーム取ります。レーザービーム取るってことは、肩を A にしとこう。で、ちょっと、これは B にしておく。パワーも A にしとく？ちょっと、やっぱきついよな。で、敏捷がやっぱすげえあるな。じゃあ粘りはコツ取ったんでもらっときましょう。あとコツ掴んだもので消化してない連打かで上り上司最後もらったんで、一層じゃあ盗塁走塁近取りレーザー、あいやいけねえわ、いけっかなと思ったけど、じゃあ守備は S にしておいて、じゃあ固めでこんなもの、あとまあちょいちょいちょいと上げて終わりかな、ほいほいほいっというところで、でこいつはなんだちょっと使い道が分かんない、使い道が分かんないけど独身術がないからね、ミートあれミートが102ですよと、これだけだな、ほい、うん、と言ったところですね。ちょっとトリックスターが取れなくて、トリックスターを取る敏捷値はあったはずなんで、まあ、ちょっとカザインがね、不確定だったのと、で騎馬がその代わり今回はくれたので、あともう一つ打球伸びのあれよ、ローリング打法、ローリング打法が、取る余裕もあったんで、まあ、経験点さすがにね1万いったんで、まあ、そこら辺がうまくはまればもうワンランク、強い選手っていうか、そもそもねあれ取ってるし、あの外野をあのサブポジで取ってるんで、まあ、そういうところを査定に回せば査定的にはね、強い選手ができると思います。だから大悟悪くないっていうか、いいねむしろ本当に。だからこれでもし PSR のね50って最後何がつくんだ分かんないんだけど、 PSR の50とかの大悟を使ってみて、どういう風に経験点が伸びてくるかっていうのも、ちょっと興味はあるところではありますけど、
まあ、とりあえず今回はじゃあこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。